能登半島地震の被災者への就労支援策です。北九州市に本社を置くタクシー大手第一交通産業は、地震の被災者およそ100人を正社員として雇用すると発表しました。第一交通産業によりますと、能登半島地震の被災者およそ100人をタクシー乗務員を中心とした正社員として雇用します。入社にあたっては生活準備金が支給され、寮や社宅などの住まいも用意されます。未経験者も対象で、タクシー乗務に必要な二種運転免許の取得を会社がサポートし、受験費用や研修の日当が支払われるということです。勤務地は石川、新潟など被災地周辺の事業所のほか、全国の第一交通グループで就労が可能としています。第一交通は、少しでも被災された方々の力になるべく取り組みたいとコメントしています。8年前の熊本地震の際も、被災者1000人の雇用策を打ち出しています。